はい、エバーグリーンの松本です。えー、YouTube のコメントの方でですね、あの顔が怖すぎて話が入ってこないっていうコメントをいただきました。ありがとうございます。はい、えー、それでは今日はですね、えー、中学生の英語が苦手な、えー、中学生のための。 えー、チェックポイントについいいてお話をしたいと思います、はい、中学英語ね、えー、中,中1の1学期から2学期くらいまではですね、まあ、それなりに授業を受けていれば、まあ、そこそこの点数が取れるんで、まあ、そんなに差はつかないんですねただ、えー、中1の3学期ぐらいになってくると まあ英語ができることできないこの差が非常に大きくなってくるんですね。それで平均点も英語っていうのはね結構あの低い方になってくるんですよね。結構下がりやすい平均点が下がりやすい教科だと思います。はい、だいたい70点以上のグループと、まあ、50点以下のグループに、まあ、二極化するような傾向があると思いますね。で定期テストなので この程度の差で進んでるんですけども範囲が広くなる V 模擬とかそれこそ入試本番とかってなってくるとさらに強烈な差がついてくると思いますはい。なぜかというと英語という教科は他の教科に比べて積み重ねっていう要素が非常に強いんですねうん。で、1年生の文法がわからないまま2年生3年生になってしまうとですね、えー、まあ、その2年生の時点でどんなにあがいて頑張ってもですね1年生の学習内容を振り返って えー、徹底して、うん、やり直さないとですね、うん、あの絶対に2年生3年生の内容っていうのは理解できません、うん、それでどんなに上がっても成績が上がらないっていう状態になりますよね2年生3年生でそしたらもう苦手意識がついちゃうんですよねでこの苦手意識っていうのももう正しく勉強さえしてれば 持つ必要のない苦手意識ですし、まあ単なる思い込みだと思うんですよね、うん。で、まあ苦手意識からやる気が喪失して、で、まあもちろんやる気がなくなってしまうと、ますます成績が悪くなってしまいますよね、うん。はい、そこで今日はですね、英語が苦手な中学生のためのチェックポイントをちょっとえっ、ー、と挙げたいと思うんですけども、まあ書かせていただいたんですが、まあ中一英語の えー、範囲ですよ。ね。中一英語の文法。ね。で、まずですね、この B 動詞ね。一般動詞これはですね、B 動詞の英文なのか、一般動詞を用いた英文なのかっていうことをですね、きちんと見極めるっていうのが大事な力になると思います。ね。で、それ、非常に大事なのはこの疑問詞。ね。まずこの B 動詞一般動詞疑問詞。この3つの文法をきちんと見極める。区別をして、で、それを 疑問文や否定文に書き換えることができるかっていうのが非常に大事なんです。はいね、でこのですねそれぞれはそんなに難しくないんですよ。 ね、でその例えば B 動詞の単元を学んでいるっていう時はね、まあ、その単元を学んでいるんでそこの、ね、問題っていうのはよく解けるんですよね。で疑問文なら疑問文の単元を学んでいるとそれはそれでその単元のテキストの問題っていうのは解いていくことができるんですよ機械的にというか形式的な感じでね。で中1の前半まではそ,のそれでいけるんですよ。うん ただ学習内容が増えてきてですねそれぞれの文法を見極めて区別するっていう必要が出てくるとですねもう文法の決まりがごちゃ混ぜになってしまってもう大混乱っていうふうになるんですね、うんあの。英語が苦手なお子さんっていうのはもうこのケースがほとんど、はい、少し具体的に見ていきたいと思います。えー、っとこの文章ね「He is from Japan、ね」。 すいません。私、あまり発音は良くないんですけども。こちら、he is from Japan は、B 同士を用いた文章ですね。で、これをまず疑問文に書き換えることができるか。ね、で、これは間違い例ですバをしてます。えー、does, does っていうね、主語が he なので、頑張って do, does にはしてんだけど、does he is from Japan というですね。えーうん なぜかこういう間違いしちゃうんですよね。はい、次いきます。次はですね、C プレイステニス。これは一般動詞の英、えー、文です。で、これを疑問文に書き換えるときに、Is、えー、she play tennis? という風に、えー、なってるんですね。これも間違いですよね。Is。なぜか B 動詞が出現して、うん、プレイの S は取ってますよね、うん。間違いです。で、これは、えー、と否定文に。 直したとね否定文への書き換えは He is not playing tennis、うん、ね間違いですよね、うん、はいまあ、こうやってねこう誤りを分析していくっていうと,ところもまあ私のまあ、指導方法の特徴であったりもするんですけどもはい次行きますはいじゃあ最後なんですけどもえー、っとはじめに出た文章ですね He is from Japan、ね これをですね、ジャパンを尋ねる疑問詞を用いた疑問文に書き換えの間違い例ですね。Fair, he, from、うんね。間違いですよね。で、次2番目の先ほどの文章。s e p l a y s Tennis。で、今度はテニスを尋ねる疑問詞を用いた疑問文。What do she plays?、うんね、これも間違いですね。こういったのが間違いの事例になります。 はい、それでは今解説したような事柄についてですね自分がまあミスなくできるかどうかっていうのを確認してみてください。それでそこに穴があるようだったらまあ B 動詞、一般動詞、疑問詞の文法が混じった問題をたくさん解く練習をしてください。そそしてれれぞれを 疑問文否定文に書き換えるっていう練習をしていただきたいと思いますね中学高校の英語っていうのは全てこれらの文法が基本になっていますはい是非頑張ってみてください、はい、じゃあ今日は英語が苦手な中学生のためのチェックポイントということでお話をしました、はい、今日は雪の予報で雪が降って、えー、まあ積もりはしませんでしたけども非常に寒い一日ですねえー まこの寒さが去って、えー、皆さんのもとにですね明日また明るい光が差し込むことを願って今日は終わりにしたいと思います。リバーグリの松本でした。ありがとうございました。